小座川川口付近の空中写真。下部中央の島は、急流島。1975年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。小座川は、和歌山県南部を流れる二級水系の本流。日本の飛行100線と、平成の名水100線及び、日本の地質100線に選定されている。 和歌山県東室郡小座川町の田辺市との境を、那須大東山南登録に発して南流。七川町水地で平井川を合わせてから徐々に東に流れを変え、東室郡串本町小座で熊野灘に注ぐ。上流部は林業が盛んで、古くより小座川材と称する良質の材木を産してきた。全体に蛇行が顕著。吉野熊野総合開発により、 中流域に七川ダムが1956年に竣工した。中流は桜の名所でもある。峻険な山間を蛇行して流れる水は極めて透明で美しい。その美しさは淡水専門の写真家内山流の折り紙付きである。周囲の山は崖が多いが降水量の多さも手伝って森林に覆われ、しかもそれだけに自然林がよく残っている。支流の一つ。 小川にある滝の灰をはじめた数の小規模の滝がある。流域には国の天然記念物である小座川の一枚岩や蒸気の滝の灰など火山活動で形成された岩盤や地層による地形が多く見られる。周辺の自然は和歌山県でも特によく保存された地域であり、貴重な生物は数多い。平井川には黄山昭和がいるが、これは人為的に持ち込まれたもので、 自然繁殖している。アユの漁獲も多く、またウナギの名所としても知られている。一枚岩平行する鉄道はない。ありがとうございます。